ララポートって書いてるもん。どこに？そこ。こんな感じのそこもだったね。うん。ララポートで。今の道って。初めて入った。千葉？静岡の駅ビルが新しくなって、うん、そこに千葉が入って、あ、そうなんだ。学校の帰りに、うん、あ、そうやな、千葉だ。俺もあれやわ、大阪でも中学校ぐらいの時だよ。知らんかった。こうなってんの、椅子すがくれすがすがすがいただきます。お父ちゃん穴子だから穴子の方から食べる、半分とです。いただきます。エビちっちゃいよ。はい、今日はしっかりララポートで一日過ごしました。はい、感想はお腹いっぱい食べ過ぎだな。
ゃん。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。お前で。チャンネル登録してくれたら嬉しいや。ほな、またな。バイビー。